ワンポイントのメッセージをですね、患者さんに必ず話すようにしています。予防医療でやっぱり消化器で言えば、やっぱり今ピロリ菌の感染ですよね。ただこれ指導に力を入れてるんですね。食事療法してくださいっていう話をですね、してるようにしてます。一番の違いとして目指してもらいたいのは、なんか指導に力を入れてるんですね。糖尿病の人だったら、必ず毎回ですね、テイクホームメッセージとして、今日はこういうことを言われてきたっていうのをですね、家に帰って覚えてられるようなワンポイントのメッセージをですね、患者さんに必ず話すようにしてます。